皆様こんにちは、アンバサダー J です。 J リーグサッカープライムゴール3ですね。続きやっていきましょうか。20勝の1敗だから21試合か、あと5試合ぐらいですね多分ね。前回レオナルドがあれすげえ決めたんだっけかな、あれちょっと怪しいな記憶が。さあ22節、あベルマーレですね今回。さてじゃあ、あとここですね、こことこれを交代と。これでいいんだよな、レオナルド。Now kick off。 さあサントス、よし、あーっとサントス、いやーダメだね、ちょっと足んなかったな。おい、ちょっとなんだ今、こっちがボール持ってんのに。よし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 、レオナルド、レオナルド、いやーこれ取んないか、さすがにそこは取んないか。よしこれと、あーっと、いやーちょこれ本当判定シビアなんだよなこれ。相変わらずこの審判はまとわりついてくるっていうね。敵が攻めてるときはまとわりつかないんだよな、こっちがボール持つとまとわりついてくるっていう。よしレオナルド取ったよ。さあ黒崎、黒崎、黒崎、オッケーヘッド、長谷川、長谷川ヘッド、エクセレント、いや今のも綺麗なヘッドですね。あちょちょちょ、トン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 、アミール、おちょっとなんだろう、おなんだよなんで取らないんだお前ちょっと待ってよ、ベッチーニョ、なんか手でポン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 叩いてたな今。あそこまでやったら取ってよね本当に取るかなんか出すかね、ゴールラインからね、ずっとポン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 やってた。あー抜かれた、ドン、ソマ、いやこれ出ちゃうんだよなこれな。よし取ったよ、いや取ったけどさこれ、あいやいや本当にシビアだなこれ。なんで離れてく選手にこうスポットを当てるっていうこのこのシステムね、あえて離れていく人に対してこのサークルをつけるっていう。よしよしよし来たよ、レオナルド、レオナルド、レオナルド、さあ黒崎入った、いやーダメかこれ、いやーちょちょちょ来ちゃったよまた、
あ、いやいや、いやちょ、よし取ったよ、あれもなるだ、よし黒崎、おコーナーキックか、おーオーバーヘッド、汗がオーバーヘッド、ジョルジーニョ、いやー取られちゃうか、そのドリブルは取られちゃうか、ジョルジーニョ、俺はなと、いやーこれ取るんだよな、これこのね球際のまあ強さはね、まあコンピューターだからっていうのがあるんだろうね。いやほらほらほら、オッケー取ったよ、ほらほらこういうの取れないもんな、こっちな、いやいやいや、あーわふわふわふわ、よしレオナルド岩本、ウィー、よし取ったよこれ、オッケー、あレオナルドのオーバーヘッド決まらないね、最高のタイミングだったけどね今ね、よし抜けた、いやーちょっとダメか、いや今のオーバーヘッドなんか決めてよ、あれはもうああいうの、もう技術点という感じでね、点数入れてほしいですね、今。よし、長谷川。あっと、そういうパスはちょっとまずいね。いやーっとはダメか、届かねえな。さあ、長谷川。いやー、取られちゃうか。また、あ止めらんない、さあレオナルドと岩本、うい、そう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 、あよっけカット、サントス、あー取られるよね、よし長谷川取ったよ、いやーヘッド減っていかないか、もう今のもさもうまとわりついてくんだよな、あの審判が、いやーこれもう こういうとこだよ、やったキーパー止めたね、
さあレオナルド、いやこれは取られるかさすがに、いやこれ本当抜けてくんね、よし抜けた、いやーちゃえ、これだエジソン、これが結構マッチアップですね、マッチアップ、いやーっとこれ今のダメ、これだよね、こっちがトラップすると絶対取られるんだよな、こうやってかわすとうまくいくんだよ、いやーちょっとな少し足んねえな、ホンダよし取ったよ、いやー今度はよしレオナルド、よしレオナルド、レオナルド、レオナーダンがシュート打って、よしレオナルド、レオナルド、あーダメだ、いやちょっと硬えな、うい、あれなんで、なんで誰だ、誰よ、ちょっとよし、よしよしよし、いやちょっと待って1対1だよ、ちょっと向こうの守備勝てえな、はいはいはい、出た出た、中央突破、中央突破ねほらしかも何を今のどういう感じで誰もボールに行かないの、あれのもう決まりの中央突破だよな、これな、さあサントス、左サイドサントスだよ今、あー通んねえな、ちょっと遅かったね今、よし、あーちょっとちょっとよし、オッケー、どんだけのボンバーヘッドなんだよって感じすげえヘッド力だよなこれ、よし抜けたよ、レオナルド、レオナルド、レオ、あーい向こう強いねやっぱね、よしよし、あっとI'm sorry.
ちょっと待って、ボールから逃げていくなってもうボールから逃げていこうとことばっかり考えてんの。よしよし、レオナルドシュート、おー止めたよね。いやこれは止まんないか。いや向こうの守備ちょっとすげえライン通ってんな。あー取られちゃった。おーおーすごいね。もうこの審判も邪魔でしょ、絶対にこうまとりついてくるんだよね、これね。見えづらく見えづらくするんだよ。よし、敵が攻めてるときは絶対寄ってこないですからね、あの審判ね。こっちがボール持った瞬間に寄ってくるっていう。いやなぜなぜ、いやこれほんと硬いよ敵。よしよし、すごいよねこれ、全部ヘッドで返してるもんね。ほらほら、でこうやって向こうは簡単に取るからね、これね。よし、サントス。よし、レオナルド。いやここ取んねえのか。長谷川。シュート、あー止めたよね。おう、ファール。どこに蹴ってんのや。あーちょっと違う、しばらくそれはないですセニョリータ。いやいやいや、いや決められたよ、うん、これは今のは無理だな、もうあの角度はね。エクセレント、やばいよやばいよこれは。あーもう本当にポールギア強いな向こうね。普通無理だっていう、あの後ろからの、後ろからボールを取っていくっていうね。あのあーほらほら、こっち止めらんないもんね全然ね。さあレオナルド、レオナルド、あーもう無理だなこれちょっとな敵すごいよなんか。よし、あ出ちゃうんだよねこういうのね、うん、このあの出るようにこう締め受けてるところもやっぱうまいですねこれね。よし、あーとほらなんかすごいんだよな、後ろからボール奪っていくんだよなこれ。これちょうどだからあのカットさせるようにタイミングでこう動いてますねこれ。いやーダメだね。これやっぱ違うな、あのチームによってね、弱いところはこういう動きしないですよね。動きが違うやっぱり。前もちょっとあのオッケーゴール、長谷川だろ。長谷川あの先に出るのが遅いんじゃないこれな。
だからこうボール持ってる選手にこう体当たりするような感じになるんですよ、いつも。長谷川だけじゃなくて、多分あのフォワードがそういう設定になってるね、これね。よし、で早めに出しちゃうと、いやー、届かないか。早めに出しちゃうとこう囲まれるような感じになってるって。いやー、ちょっとこれ難しいね。よし、いやー、これすごい、あのディフェンスが硬い、出しどころがないね。だから、あ、これは抜けた。オッケー、ゴール、黒崎。今のはなんかもう完全に抜けましたね、あの完全に抜けて、相手のディフェンダーが全くいない感じになったから、なんか珍しいな、あれ、これこの試合ですね。だからあれが、おお、また中央突破、向こうのディフェンスがねすごい揃ってて、ああいうのがなかったんですよね。いやいや、また来たよこれ。うわー、来た。いやー、またもう本当抜いていくような、簡単に。簡単に抜くし、簡単にボール取るんだよな、向こうは。さあ、サントス、もうちょい先に来てくれって話なんだけど、俺がなかなかね、あの重なるぐらいになるまで、こう出てきてくれないんだよ、フォワードが。お、ちょっと、だ、いや、ほら、こっちはもうなんかさ、あの本当ぴったりと足元に行かないと、あー、ボール取った判定になりませんよって感じになるんだよ。いや、ほらほら、向こうは、いや、オッケー、簡単に、まあコンピューターだからね、ちゃんとそれは寸分たがわずやるだろうけど、人じゃ無理だよ。あ、もうこう、逆に邪魔するような感じになっちゃうからね、これ。これちょっと、あの、スリーのなんかこう、一番問題点みたいな感じかな、これ。これほら、こうやって入ってきちゃうんですよ、こっちに。なんかあの人の前にこう出てきちゃうっていう。それだったら中入るか外出るか、どっちかにしろよって感じなんだけど、わざわざこっちに寄ってきちゃうんだよね、これね。おお、間違えたよ。いやいやいや、オッケーオッケー、シュート打たれてたら今来ましたな。ちょい、もう本当向こう、どうやってボール取ってんの、あれ、なんか、どんな位置からでも相手のボールを取れますって感じになってるな。さあ、また VOL か。向こうはボール取るよね、簡単にね。ああ、ほら、なんであんなにボール簡単に取れるのか分かんないけど。大体あのヘッドもだったらすげえ難しいのにやりますからね。あのカットしたボールヘッドするのですね。シュート、ゴール、ロッター、黒崎。お、ちょっと待って、これロスタイムじゃない、もう。
あ、ロスタイムだよもう。いやちょっと待って、オッケー。もうほんと新勝でしょこんなの。もうこんないい試合なんで1万2000人しか見に来てないんだって言われましたよね。いや今回はもうこのフォワード2人だなやっぱりな。これ2本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 ね、シュート8本しか打ってないじゃんこっち、向こう35本。ちょっとベルマーレって何位だったっけ、なんかやっぱりあのどんどん終盤に近づくほど強くなるってやつだな、これどんどん強くなってくるっていう。さあ今日の星占いゲーム、カニ座連戦連勝です。ヤギ座何度やっても勝てません。さあ他球場の結果ね、岩田がフリューゲス2-1があって、清水は相変わらず勝ち続けてますね、3-0。市原が名古屋に3-1勝ってますね。でガンバがセレッソに1-0勝ってると、柏が広島に2-1勝って、川崎が浦和に2-0勝ってますね。さあベルマーレ、選手ね、ゴールキーパー小島さんね、あこれ2もそうだったかな、ディフェンダー奈良橋も行ったよね2の時、渡辺、なずかでよかったな。あーでこれわかんねえんだな、これクモンでいいのかな。ミッドフィールダー田坂、エジソン、ベッチーニョ、岩本ね。フォワードがアウミールに野口と、でこのベッチーニョが1本にアウミールが2本か、決めてますね向こうは。いや強かったですよこれ、とにかくねあのラインがすごいのね、あのゴール前のラインがすごい揃ってて、なかなか突破できない上にボールはなんかすごいどんなボールでも取っていくっていう感じだからね。さあで21勝1敗でしょ、であとはどこでやってねえんだろうな。岩田やりましたもんね、 3-0 で勝ったんだよな確かな。市原ってやったっけ、やべちょっと全然わかんねえよ、覚えてね、広島やってないの気がするな、まだ平塚今やってる、平塚だってこれ12位で12位のチームじゃねえよこんな強いの。まあとりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。いやどんどんコンピューター強くなってくるね、後半戦になってね。まあ次回の動画でまたお会いしましょう。